こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。このチャンネルでは発酵食のお話ですとか、食と健康に関するお話、そういったことをテーマに、いろんなお話をしておりますので、チャンネル登録がまだの方は、ぜひ最初に登録しておいていただくと、他の動画も見てもらいやすいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。で、今日はですね、ちょっとおにぎりの話をしようと思うんですけれども、なんでおにぎりかというとですね、まあこの、いつもこうお話しさせていただいているひしおとか甘酒とか、まあ、そういったですね、発酵調味料、まあ、甘酒は調味料、ではないんですけれども、まあ、調味料としてですね、よくこう活躍するものなので、まあ、調味料ということにしておいて、まあ、そういったものを使ってですね、いろんなものをつけたりとか、料理に使ったりとか、していくと、まあ、非常に美味しいということなんですけれども、まあ、例えばですね、まあ、甘酒単体でおにぎりに入れるってことはないと思うんですけども、まあ、もちろん味噌とかはおにぎりに入れたりとか、ご飯にかけたりすると思いますし、甘酒とお味噌と醤油なんかを合わせた調味料なんかを作って、置いておいたりとか、っていうこともしていたり、まあ、あとはこのひしおという万能な発酵調味料ですね、まあ、こういったものをですね、何につけても美味しいんですよ。まあ、そういったものって本当に手作りのお味噌、美味しいお味噌とか、ひしおとか、甘酒と何かを合わせたような調味料っていうのをですね、まあ、お豆腐につけても美味しいですし、お野菜キュウリとかにちょっとつけても美味しいですし、ご飯にもちろんかけても美味しいです。で、非常にですね、美味しいので、おにぎりにそれを入れたくなるんですよね。絶対それ入れて、作って仕込んでいると、これおにぎりに入れたら絶対美味しいだろうなって思うと思うんですね。で、実際ですね、まあ、おにぎりに入れるっていう方も、たくさんいらっしゃいます。で、おにぎりにこういった、調味料をですね、入れるとものすごく美味しいです。まあ、もう予想通りものすごく美味しいんですけれども、ちょっと1点だけ注意が必要なので、今回はそのお話をしようかと思います。何が注意が必要なのかっていうとですね、まあ、これは、まあ、手作りのものに限っての話です。ちょっと、火入れしたものとか、あとはまあこういったものであっても、まあ、ひしおなんかもですね、市販されている、もう出来上がったものが、売られているっていうものもありますけれども、まあ、その市販されているものであれば、もう火入れという殺菌処理されているので大丈夫なんですけども、自分の家で自家製で味噌を作ったりとか、自分でこうひしおを仕込んで育てているとか、まあ、自家製の甘酒を作っていて、それと何かを混ぜた調味料を作っているっていう方はですね、注意しなければいけないというところがあります。で、何かというと、やっぱりその手作りの発酵調味料というのは、その麹菌が元になって作られているものがほとんどなので、その麹菌が持っている酵素ですね、この酵素っていうのがまだたくさん入っている状態、なんですね。で、その酵素がたくさんあることによって、で、まあ、ちょっといろんな、化学変化といいますか、まあ、変化が起きてくるということがあります。それが、まあ、何かというとですね、この酵素、麹が持っている酵素っていろんな種類があるんですけれども、まあ、例えばですね、それをおにぎり、酵素がたくさん入った、お味噌とかをおにぎりに入れたとするとどうなるかというとですね、麹が持っている酵素の一つであるアミラーゼという酵素があるんですけども、そのアミラーゼという酵素はですね、米なんかにたくさん含まれているでんぷんを分解してブドウ糖にするという働きをします。まあ、そういったこの酵素があることによって、米の中に、炊いたご飯の中にですね、炊いたご飯の中に酵素のたっぷり入ったお味噌を入れることによって、それを長時間ですね、まあ、常温で放置しておくとどうなっていくかっていうと、その味噌の中に含まれる酵素の、アミラーゼがですね、お米のでんぷんをこう分解し始めるんですね。だん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 こう分解し始めてしまう。で、分解していくとどうなるかっていうと、その米がですね、一粒一粒、独立していた米がだん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 ちょっとドロドロしてきて、
溶けてきてしまうんですね。ご飯がドロドロになるというふうに書きましたけれども、そういう現象が実際起こってきます。で、嘘でしょって思うかもしれないんですけども、これ実際やってみると分かるんですけども、ちゃんと、手作りされている味噌とか、ひしおとかですね、甘酒、そういったものが、含まれているものをおにぎりのこの真ん中とかにビュって入れて、いろんなところにつけてもどっちでもいいんですけど、特にですね、分かりやすいのは真ん中にこうグッとして真ん中にボンと入れておくと、もちろんすぐに溶けるわけじゃないので、おにぎり作ってから 2,3 時間後ぐらいに食べるんだったら問題ないんですけども、例えば朝おにぎり作って、で遠足かなんかに持って行って、でその、ちょっと気温が高い時だったとしたら、でお昼にですね弁当箱開けておにぎり食べようと思って、食べたら最初の方は大丈夫なんですよ。最初のその外側の辺はまだ分解がそこまで進んでないので普通に美味しく食べれるんですけど、なんか真ん中の辺にその具があるところに行った時に、なんか米の状態がおかしいっていう感じになるんですね。なんかなんていうんですか、もぐもぐって食べていたのがいきなりなんか泥みたいな感じに、なってしまうっていう、かなりですね衝撃的な体験をすることになってしまいます。なので、その味噌がある部分から徐々にゆっくりゆっくりこう分解が進んでいって、その部分がちょっとドロッと溶けたような感じになるんですね。なので、もうそのことを知らない人がそれ食べたら、なんか腐ってるって多分まず最初に思うと思うんですね。ちょっとなんかドロッとしてると腐ってるっていう風に、イメージがあるじゃないですか。なので、ちょっと腐ってるっていう風に間違えて思っちゃうかもしれないし、米がドロドロ溶けていたら非常にですね、びっくりしますよね。気持ち悪いので、もうなんかそれをなんか小さい小学生のお子さんとかに食べさせたら、なんかトラウマとかになってしまうかもしれないので、ちょっとそこをですね気をつけた方がいいですよというお話なんですね。はい。もちろんそのずっと置いといたら、なるっていうだけで確実になるっていうわけではないんですけれども、あとお芋とかもそうですよね。煮ても柔らかくなっているような芋に、例えばひしおをドロドロっとかけてですね、ずっと常温で数時間放置しておくと、ちょっとこう芋が溶けてきたりするんですよね。はい。なので、米以外にも芋とか、お肉とかお魚とかもそうですね。魚はよっぽどないんですけれども、お肉の柔らかいやつとかは特に、漬けておくとすごく美味しい、柔らかくなってすごく美味しいんですけども、長時間漬けすぎたりとか、常温でですね長時間ずっと漬けたまま置いておいたりとかすると、だんだんちょっと溶けてきます。ドロドロとしてきます。はい。それぐらいですね、その分解酵素っていうのをしっかり持っているのが、この麹から作られる発酵調味料というわけなんですね。なので、ひしおとか甘酒とかお味噌とかも、こういったものは非常にですね、その食材を分解してくれるっていうのは、とても人間にとって人間の体に負担のかかりづらい食材にしてくれるっていうことなので、非常に有益なことをしてくれるわけなんですけれども、使用方法ですね、ちょっと間違うと、そういった米がドロドロになってしまうっていうことにもなりかねませんので、びっくりしたくない方はですね、ちょっと注意していただくといいんじゃないかなというふうに思います。ただですね、間違ってもそれで腐っているというわけではないです。傷んでいるっていうわけではないので、ドロドロ感さえ気にならなければ美味しくいただける、かつ体に優しい、消化にいい食べ物ということになりますので、食べる分には問題は全くないですけれども、ただちょっとですね、本来の、形状、本来のテクスチャーとしては食べれないので、ちょっと気持ち悪いかなっていうところですね。はい。ということで、今回は、おにぎりに絶対入れたくなるこのひしおとかお味噌とか、そういったものの注意点についてお話ししました。で、このひしおっていう発酵調味料って何なのっていう方とか、甘酒の作り方がよくわからないとか、活用方法がわからないとか、そういった方はですね、動画のタイトル欄タップしていただきますと、そういった関連動画ですね、ひしおの作り方とか、ひしおっていうものの活用法とか、甘酒も
ですね、アレンジ方法とかいろんなあのものを載せておりますので、そちらを参考にしていただければいいかなと思います。またですね、そのタイトル欄タップしていただきますと、動画で学べる発酵食講座っていうのがありますので、まあ、詳しく必要について知りたいとか、詳しく甘酒について知りたい、まあ、お味噌について詳しく知りたいっていう方はですね、まあ、がっつり勉強したいっていう方はぜひですね、その動画で学べる発酵食講座っていうものを見ていただきますと、より深く学べるんじゃないかなというふうに思いますので、興味がある方はぜひ見てみてください。ということで今回の動画は以上となります。この動画を気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。